アクバシュアクバシュとはトルコ原産の森畜用犬種である。犬種名はトルコ語で白い塔を意味しているとされるが別の説ではアクシ種が添加したものではないかとする見方もある。少なくとも千年前には犬種として存在していた古い犬でイタリアのマレンマシープドッグやハンガリーのクーバースなどと親戚関係にある。トルコには大まかに言うと南部にはカルスドッグ中部には カンガールドックとアナトリアンシェパードドック、そして西部の悪場所の4種の森畜用犬種が存在していて、原産地では元からそれぞれが独立した犬種として認知されていた。しかし、トルコ国外でこれらがそれぞれ独立した犬種として公認されたのは1996年とその歴史に、比してごく最近である。他の禁煙種と同じく、 家畜の羊を狼や泥棒から守るのに使われていた。知性が高いため、来客と侵入者を見分けて攻撃するか否かを決めて行動することができた。このため、羊飼いにとっては大切な存在で、二度の世界大戦が起こった際も地下室や倉庫に隠されたり、主人と一緒に疎開したりするなどして戦火から守り抜かれ、今日まで生き残ることができた。現在は原産地以外にも、 剣士クラブが設立され、保護の強化と、イノシツの保存が行われている。また、アメリカ合衆国には、アクバシ国際協会という、世界中のアクバシュの剣士クラブの総本部が置かれている。アクバシを見分けるポイントは、足と尾が長い点である。がっしりした体格で、力が強い。耳は垂れ耳で、尾は長くふさふさしたサーベル型の垂れを。コートは、 もこもこした長いロングコートのものと、さらりとした短めのショートコートの2タイプがある。毛色はホワイトのみ。体高71から80センチメートル、体重40から64キログラムの大型犬で、性格は落ち着きがあり冷静で、状況判断力に富む。また、献身的で、家族をとても愛する甘えんぼな一面もある。このことを利用して、子犬の時から、 羊と共に育てて、羊のことを家族として認識させ、これを外敵から守る森畜犬として育成する。しかし、家族を愛する気持ちが強すぎるあまり、家族と離れることをとても嫌がり、一頭だけで留守番をすることが苦手である。また、後輩や出産の際も決して家族から離れようとしない。森畜犬種としては最も愛情深い犬種の一つであり、 ペットとして飼育するのにも向いている。ただし、防衛本能と力を抑えるための訓練と、長めの散歩が行えなければ、飼育は難しい。本種がかかりやすい病気は股関節形成不全症や、心身症などがある。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓薬性分道信仰者、2007年。ありがとうございます。